どうも、マリです。驚くとボールのように丸々修正を持つボールパイソンというヘビの専門店、リューレプタイルズのヘビ屋のヒロアキです。バルフィンガーのヒカリです。ウッディガーデンの青木です。よろしくお願いします。どうも、リューレプタイルズトリプルヘッドローズのパチです。というわけで今回ですね、まあ、俺を今改装中の爬虫類館の方にリューレプタイルさんが来ていただいて、リューレプタイルさんのお友達の解体屋さんと、まあ、造園屋さんの青木さんに来ていただいて、この爬虫類館の外構、外のお庭の工事をやっていただけるということになりました。今ね、もうすんごい荒れ果ててね、もう起伏の激しい土地になってるんで使い方が難しいんですよ。なんで今日はこの爬虫類館の庭を綺麗に平らにしてもらって、今後ね、いろんな使い方ができるようにしていただきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うざっ爬虫類館の改装のために俺もユンボを買ったんですけども、あのユンボだとちっちゃすぎてキリがないんで、今回ね3トンちょっとないぐらいの大きなユンボを持ってきてもらいました。ユンボの操作は主にもう造園のプロの青木さんがやってくれています。土がたくさん重なった丘みたいになったところをユンボで崩してくれています。ちょうどここはね、背の高いバナナとかがあった場所なんで、バナナとか、まあ、竹とかね、いろんな木の根っこが出てきます。表面の落ち葉とか雑草とかも薄く拭き取ってくれています。こういう作業もユンボがあるとあっという間ですね。この青木さんのユンボのうまさもあるんですけどね、出てきた落ち葉とか木の根っことか、それとゴミは捨てるために手作業で移動させていきます。カメラで気づいた瞬間生えてなかった。微妙なところに生えてるクワの木、まあまあ強い根っこは残ってますが、これも取り除いてもらいます。このままじゃ抜けないので周りの土から攻めていきます。あ、でかいレンガがある。なんか冬眠してたのかわからんけど、大量の雲が出てきた。大きな範囲をユンボで軽く鳴らして、出てきた根っことかのゴミを手で取り除きながら、冷気とかでさらに平らにしていくという作業ですね。もうひたすらこれの繰り返しです。これは重機1台あればいいってもんじゃないですね。たくさんの人手が必要です。リューレプタイルズの従業員さんとかも来てくれて、たくさんの人が手伝ってくれました。本当にありがたいですね。
コップの先端が出てきました。また食器セットが出てきた。フォーク、スプーン、やべえな。大量の缶とガラス片。型抜き。お、なんだこれ、なんだこれ、ペットボトル、いや、これ瓶か、瓶のゴミだ。電球だな。またいかつい根っこが埋まっていました。これも周りを掘り起こして取り除きます。うわうわ、でけえ。重たい根っこはユニックで釣り上げてトラックに積んで処分をしてくれるそうです。でかいのは機械のパワーで積み込む。この生垣も全部破壊します。おお、取れた。気持ちいい。あらかた綺麗になってきたこのユンボの目の前についてるハイド板っていうね、まあ、土を押す板で土を綺麗な平らにならしていきます。これは気持ちよくてね、永遠に見てられるんですよ。最後はもう人力で冷気で綺麗に鳴らしていきます。野球やってた。あれさ。はい、というわけでめちゃめちゃ平らに綺麗になりました。本当もうグラウンドみたいな感じになりました。もうほぼほぼ青木さんにやっていただいた感じで。本当。ありがとうございました。でもみんなね、もうトンボ掛けとかね頑張っていただいて大変助かりました。ありがとうございました。
ございます。もうこんだけ俺お世話になったらね、デューレプタイルさんにも頭上がりませんから、皆さんボールパイソン買うならもうデューレプタイルさんでお願いします。でも増援するならもう奥さん、回転するならパルフィンガーお願いします。本当にもうありがとうございました。ありがとうございました。